あ、よいしょ、よいしょさあ、よいしょ、始まりました。よいしょ、おはようございます。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 おはよう。あ、やばいね。締め日明けです。私たちは、いや、本当そうですよ。今日お休みですけどね。本当はね、休みなんですけど、はい、今日は天休。はい、天休だけど、みんながこうやって待ってくれてるから。そうでした。はい、普通だったら寝てる時間そうだよ、お休みだってね。はい、ね、締め日激しかった。そう、激しかった。来てくれた人も来てくれてるの、はい、ありがとう。嬉しいですね。サンキューめーん。ということで、早速、はい、朝なんです。タイトルコールを、はい、タイトルコール、じゃあ、大河君お願いします。僕ですか。はい、僕です。カメラはこっちですかね、こっちですかね。あ、朝ね、こっち。全然違う、全然違う。朝なんですスタート。よいしょ。髪色はすごい。あ、俺ですよね。髪色すごい。髪色すごいですね。いや、これなんか浮いてますね、本当に。いや、嬉しい。でもこうやってね、はい、本当に見てくれないと思ってて。あ、はいはい。どうせやんねえだろ、お前らと思って思われてると思ったから。いや、嬉しいですね。ちょっと休みの日も休まず、はい、休まず、毎週金曜日のこの時間にね、やってきますからね。はい、ということで、多分ね、初めて見る方もいるかもしれないんで、はい、まずは、じゃあ自己紹介から始めたいと思います。行きましょう。はい、じゃあ、ジョー君からお願いします。今、あばら第7肋骨骨折中のジョーです。ジョー君でーす。いやいやいや、よろしく。今日の意気込みは、今日の意気込みは、あばらを悪化させないように、悪化させないように、おとなしく、はい、おとなしくね。これね、あばらの直し方は教えてあげてください、みたいな。あばら直すのは、はい、絶対に安静です。安静です。いや、よろしくお願いします。いやいや、安静じゃないです。笑ったらちょっと痛いらしいから、みんなあまりコメントで笑わせないで。もう逆からな、治るか。治るかい。治るかい。治るわけねえだろう。じゃあ続きまして、はい、髪色が、はい、素晴らしい色の暴走族。お願いします。暴走族、暴走族じゃないです。暴走族、どうも、斉藤腕時計タイガです。ちょっと名前だけでちょっと、そうだいぶスペース使ってますけどね。3人いるみたいな。はい、タイガです。お願いします。オレンジ色。オレンジ色です。はい。これあれでしょ、ブリーチのイチゴに憧れて。いや、違います。違う、黒崎いちごじゃない。じゃあ、じゃあない、じゃあない。むしろ、どっちかっていうとスラムダンク。スラムダンクか。ほうですか。あー、全然につかねえな。全然につかねえな。いや、結構なんか赤からなんか結構発色してきちゃって、発色っていうか、うん、光ってるわけじゃないですか。あー、よろしくお願いします。お願いします。はい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 。そして、はい、どうぞ。三遊亭翔太です。今日は、企画用意したんで、みんな、お最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。企画を用意したなんていう話は俺今初耳です。え、僕もちょっと、あれそうだっけ。俺も話しながら今頭の中で何しようかなって今フルスロットルで回ってるからね。フルスロットルだよ。すごいよ。はい、はい、ということで、みんなバンバンコメントちょうだいね。コメントください。はいはいはい、困っちゃうからね。コメントください。コメント、はいはい、どんどん。ということで、今日やろうってなった時に、はい、何話そうかなと思って、うん、やっぱりみんな私たちのことをあんまり知らないと思うんで。まだそうですね。はい、多分ホストやってる、確かに我々しか知らないと思うんで、ホストやる前の話とか、過去のね、過去の話をちょっと、ね、していきたいなと思って。はい、多分ね、これピーピーって入れてもらえる。ピーピーって入れてもらえる。生放送って難しいんだよ。結構やばいっす。前世ではねえな。前世の話。前世ではねえな。前世の話ではねえな。まあなんだろう、ホストやる前の話、地元でこういうやってなんだろう、言われた時からさらぶれてるから、ね、やばいだろそれ。赤ちゃんから、ママどんぺりちょうだい言うから。初めて喋ったことだった。ということで、ママのおっぱいからはどんぺりが流れてる。すごいよ、それママがすごい。ママがすごい、飲みながら出すみたいな。でも俺もね、実際多分結構ジョーもタイガーも結構絡んでるんだけど、あんまりそのホストやる前何したかとかは知らないんで、うん、
多分みんなも知りたいと思うんで。そうっすよね。はい、まずじゃあジョー君からホストやる前はこういうことしてたよっていうの。あの俺は前職は普通に、はい、あの不動産。不動産。高中会。これ意外ですよ。意外とね。高中会も。もうあばら折れてるけど不動産やで。そう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 、バリバリ。あばら折れてるけど。うん。そう、もう悪徳不動産業者やってましたよ。え、あ本当に。悪徳。もう嘘しか言わねえ。あ、なるほどなるほど。嘘試験のことについてみたいな。まああのもう売り上げのためだったら、はい、嘘しか言わねえ。あーすごいですね。これがそれがあのホストにちょっとちゃんと結びついてるのかな。違う。じゃあもう本当に。もう良くない物件でも、はい、いい物件にするじゃん。めちゃめちゃ、ね、いい物件ですよみたいな。みんな気をつけてね。築何年とかなんか新しめにごまかすとか。いやそういうのはダメだから。あ、はい、あのもうなんて言うんだろうな、間取り。なるほどなるほど。間取りとかこうお客さんからこれ使いづらくないですか。お、実際本当に使いづらくて。はい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 。いやいや何をおっしゃってるんですかと。ずっとねあの。不動産の話してるけどコメントであばら営業のジョーとか話聞いてないみんな。あばら営業、あばら、あばら話は聞くもんだ。あばら営業って何ですか。もうあばら営業がねあのネタになってるからね。いやあの全治2ヶ月だからね。そうみんな重症じゃないですか。あのそういうね不動産あの新しいところに住みたいっていう子はあのぜひジョー君を指名してもらってあのあお手伝いはできるあっせんみたいな感じは。まあ、仲介だからね。あ、仲介、仲介。なるほど、意外な職業のジョー君でした。じゃあ、続きまして、はい、大学は何をしてたんですか。僕、あの結構やっぱお客さんにも言われるんですけど、はいはいはい、僕あのでもホストやるのは芸人やってたんですよ。芸人やってました。はい、びっくりですよね、でもね芸人ね。これ腕時計が何芸名だったの。あ、僕そうなんですよ、斎藤腕時計ってのが芸名だったんですよ。斎藤腕時計。そうそう、ちなみにその腕時計は何の腕時計だったの。これ何の腕時計だったの。 G-SHOCK とかさ。いや、これはロレックスとか。僕自身がロレ、あ、僕自身が腕時計だったんで、何のブランドとか、強いて言えば僕がブランドみたいな。なんかリスナーの方ごめんなさい、ね、特に広がんなくて。タイガーの LINE のあの、はい、LINE のアイコンの下に一言あるじゃない。あ、ありますね。何だっけ、壊れるまで時を、あの、電池尽きるまで時を刻み続けたいって、ちょっと素敵な、あの、一言プロフィールみたいな LINE には書いてますけど、ね、俺それ見た瞬間気持ち悪いと思ってた。お、気持ち悪いみたいな。まあ、あの、何気取ってんじゃん。怖っ、怖ってなって、俺、怖って。いやいやいや、暴走だね。いや、あれはネタですから、ネタで書いてます。そうだ、意外な。芸人からホストって多分、冬月グループでいないんじゃない。あ、そうですか。初じゃない。でもちょいちょい聞きますよね、なんか。あ、まあ他に多分他のお店では言うと思うんだけど。確かピンだったの。コンビ。いや僕コンビでやってましたね。僕だからその、はい、タイガのすごい面白いところが、はい、あの相方とまだホストあのフェイプラでアルバイトとして入った時に、はいはい、相方とどうなのって聞いたら、なんか疎遠中ですって言ってどうしてなんか連絡取ってないの。はい、全然連絡取ってないですって。仲良くねえのかよ。仲良くねえのか、お前と仲良くねえのかよ。じゃあお前レギュラーでやりなよって言って、そんなあの相方と疎遠状態だったらもうホスト一方にしちゃいなよって言ったら、タイガはあのね、一つ返事で、はい、そうしますって言って、次の日からレギュラーになるっていうね。軽いな。まさかの。めちゃめちゃ軽いな。いや、そうしますとか言って。すげえ軽い。いや、そうなんですよ。もともと上京したのも、うん、まあ、お笑いやろうって思って。まあ、地元どこ。めっちゃそう、めっちゃ軽いんですから。岐阜なんですけど。そうなん。名古屋の方でもともと芸人やってて、はい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 。で、その相方と二人で上京して同じアパート住んでたんですけど。怖いね。いや、もう全くその怖いね。連絡も取らなくなったし、LINE も喧嘩したわけじゃないでしょ。喧嘩じゃなくて、やっぱうまくいかなかったんですよね、やっぱ難しかったそりがっていうよね。甘かったですね、やっぱりちょっと考え。そうですね、まあ今はね、難しいですね。そうですね。その話好きになって。その話好き。どの話。タイガの決断力の話やね。決断力、決断力。でもほんとピュアだからね、タイガは、はいはい、結構流されるままみたいな感じで生きてますけどね。流されそう、めっちゃ流されそう。あ、レモンさん、ハチミツレモンさん。あ、そうか、レモンさん芸人だったの。はいはい、結構お話しましたね。今度キングオブコント出るらしいですよ。へぇ、出ないの。相方にキングオブコント大きな大会ぐらいはちょっと出ようよって送ったら既読もつかない。あららららららまあしょうがないね。いや、まあまあそうですね。ということで、じゃあお笑いが好きな方はぜひねタイガを指名して、はい、あの目の前で一発芸を。そうですね、ね、一発芸ぐらいだったら。ああ、余裕でできるでしょ。余裕で。ここでは、まあ、ここでは出さないな。出さないの。ここでちょっと期待したんですけどね。ここではちょっとありがたみがないんで。ありがたみがない。ちょっとやっぱりそこはやっぱお見せしていただいて。ね、はいはい。なるほど、なるほど。プレミア感でね。身につけましたね。はい、はい、身につけました。ね、でもね、二人面白い職業だったけど、
俺なんか普通の翔太さんは何がある？俺ね、工場で。いや、それも意外だけどな。意外ですよね。車工場で働いて、なんか俺的に普通にアパレルとかで働いてる。あー、おしゃれですよ。はいはいはい、嬉しいですね。完全にめちゃめちゃごま吸ってますけどね。青森めちゃめちゃごま吸ってます。それ言っちゃう。それそれ、バカ野郎。え、でもほんと流れ作業してたってことなの？そうだね、完全に。今ハットとか被ってるけど、はい、あの栃木ではこのハットを被ってたら、あの、浮きます。完全に浮きます。地元じゃ、地元じゃ。ニューエラか、なんだろう、あのね、ヘアメっていうか、その何、ワックスつける文化もないから。栃木の。そうなんだ。そうみんなだから、ジョーみたいな髪型とか、俺が知った髪型は、あの、市原隼人に憧れて、はい、ツイストパーマして。で、やんぼこ、やんぼこハマって、そうで、ずっとヘルメットもんな、ヘルメットを、かぶってずっと仕事して、で、そう、ツイストのいいところは癖がつかないのが、ヘルメット脱いだら髪柔らかいからね。だからすごいことが、このハットみたいな髪型になっちゃうけど、ツイストしたらそのまんまの状態で、ポッてそのまんまみたいな、その朝起きてもそのままみたいな、ね、そのまま結構あれよ、パッてなります。なる。だからね、あの、ぜひツイストパーマおすすめします、みんな。男女問わず。ヘルメット被る。問わず。なんで俺の髪型の遠回しにバカにしてくんだろうね。ストレートにバカにしてこい。でも今こういう髪短いのが流行ってるからね。あ、そうなの。フェイプライマーみんな短いですね。短いね。いや、僕結構伸ばしたいんですけどね、やっぱり。みんなどっちの方が好きですか？短いのと長いのは。これやっぱ気になりますね。これやっぱ僕思ってるんですけど、なんかほら短い方が好きだった。あ、そうなんですか。結構やっぱ長い方がかっこいいのかなって僕なんか思っちゃってますよね。こう固めよう、まあ、イメージはあれだよね。イメージは長い。そうです。細いイコール、はいはい、ありますあります。固めかけて、ほんと隠して、そうそうそう、ちょっと流してみたいな、はい、ほらジョーさんみたいな髪型以外だって。あれ以外で。おい誰だ、164誰だ。絶対忘れねえかんな。さあ、ということで、はい、職業の話、みんな多分びっくりしてると思うんですけど、結構そうもう僕らはね、はい、ホスト今やってるんですけど、ホストやったらもうホスト以外のことできませんよね。できませんね。どうなんですか、大河君は。僕はでも今本当にそうですね、本当にもう本当にね、熱心だよね。僕本当レギュラーになって収録で入ってますし、うん、もう本当ずっと24時間もホストのことしか考えてない。そう、やたら俺に LINE 来るけど、ね、鬱陶しいからちょっと少なめにしてください。やばい、何でも聞いてくれって言うから、本音で語り合ってる。はいはい、ということで、あーと、ジョーどこだっけ、地元は。僕、宮城県仙台市。仙台市、仙台市、うん、仙台は、あの、治安は、いや、まあ俺が若い時はみんな周りはバカでした、ね、バカでした。まあ、俺含めどれぐらいのさ、ね、やばさレベル、俺、その街中歩く時は、あの、ケツのポケットに喧嘩用でスパナを入れてた。マジで言ってるの？なんか漫画にあるような。本当にそれは何、ね、こう、何なんつうの、なんか街歩いてて、まあ俺、当時付き合ってた彼女と、はい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 、そう、なんか2人で歩いてても、はいはいはい、絡まれる、2、3人とかに絡まれて、漫画みたいなことあるんだ。もう全然、なんかお前みたいな、調子乗ってんなみたいな、お前生意気そうな顔してんなみたいな。怖い。で、俺も性格上引く人間じゃないから、なんだお前はってなるでしょ。で、いやでもその彼女がどうかなっちゃったらあれなんで、ああそうか、守って、ちょっと待ってね、はい、一旦で彼女帰らせて、スパナに振って、さあ3人ボコボコにしてとか、全然すごいね。いや、仙台って東北でもなんか結構都会な方なんじゃない。全然全然、都会って都会だけど、やっぱそう、全て僕の妄想です。全て妄想です。チューってその時のあばらが今、あの、そう、今再発しちゃって、再発とね、宴の怪我ですね。いや、すごい、だから結構波乱万丈な。で、俺の連れとかも友達とかも、どこどこの奴らと喧嘩して、うん、家はバレちゃってるからみたいな、うん、枕元に金属バット置いて寝てるみたいな。怖い木刀とか、そんな状態。そう、すごいな。寝るに寝れねえよとか携帯でいきなり電話来て。すごいね。今はもう平和でしょ。でも、まあ、もう年が年なんでね。地元でその10代の子らはやっぱちょっと血暴れる。いや、どうなんすかね、今僕も当分帰ってないんで。あ、そっかそっか、はい、怖
怖いな、やばい街だったのかなって、やばいね。だからもう広い局とか、僕の先輩とか暴走族いるじゃないですか、暴走族の先輩とか、警察24時とかに出たり、あ、普通にテレビに泣きじゃないかなとか、音声変わるやつね、声変わってて分かる、ゴリゴリ出たりしてたんで、すげえ、怖えな。いや、そう考えたら、はい、栃木なんですけど、はい、栃木はそういう、なんかイメージ的には城みたいなイメージがあるけど、田舎なんか実際栃木は平和で、はい、僕らの時はあのね、カラーギャングが流行って、カラーギャング、世代っすよね、世代。カラーギャングって何ですか？カラーギャングっていうのはあれじゃないですか、 IWGP、 そう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 、池袋ウエストゲートパークっていうドラマから、おーおー、カラーギャングって唐揚げじゃないの、唐揚げ、赤ギャン、青ギャン、あの、キギャンみたいな流行って、赤、青、黄色の服を着ないと狩られてしまうという、で、僕の先輩で菅又先輩っていう先輩がいて、大丈夫ですか？あ、全然、はいはい、で、なんかバスケ部の先輩だったんだけど、その先輩が、はいはい、おい、お前は赤以外着るなって言われて、中学校の時の私服は全部赤しか着れなかったっていうね。ありますよね、先輩の命令みたいな、命令は絶対みたいな、本当にね、デニム もうこれぐらい太いやつ履いて、今着てる服よりもダボダボ、もっとダボダボのやつを着て、それをしないと、あのね、かられるというか、親父狩りじゃないけど、ボコボコにされる、ボコボコにされて、ボコボコされる、身ぐるみを剥ぎ取られて、剥がされて、赤を取られるとかする、そう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 、赤の身につけてるものを取られる、そう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 でも、群れてないと、例えば緑のやつが来たりとか、青いやつが来たりとかしたら、ね、かられちゃうから、団体で、で多分、俺が中学生だったら、時だったら、タイガとめっちゃ仲良くしてた、俺、俺赤だから、赤だから、赤ですか、じゃあここ派閥です、ここが敵です、ということで、じゃあ CM 明けはまた違う話をしたいと思うんで、はい、最後まで、見てください、はい、CM どうぞ。慰安旅行って年何回あるんですか？年4回だよ。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか！やっぱりロミジュリっすね。多分みんなね、思ったんだけど、はい、締め日後だから女の子も疲れて、多分みんな寝てて絶対コメントが伸びないって言ったあーそうか、みんな多分疲れてるの偉かったね、女の子もそうでしょうね、はい、でも一番偉いのはこれを見てくれてる子が一番偉いよ、そうですよね、ありがとうございます、おやすみ、エイトプラスの朝なんです、誰が見る、いるんですよね、ありがとう、はいはいはい、ぜひ、でもね、せっかく見てるってことは、うん、ね、あった方がね、一番早いから、そうそうそう、いつも毎日見てるよっていう子は当たり前に早くて、さすが、ありがとうね、ぜひフェイトプラスに、多分来てる子かもしれないけど、うんうん、本当に嬉しいですね、これ従業員だったらね、もうどうしようね、コメントしてもらおう、従業員だったらただただ気持ち悪い、ただただ気持ち悪い、確かに嫌ですけどね、それは、うん、ちょっとまあ、じゃあ地元と僕話したいんでいいですか？ああ、そっか、いいよ、いや、僕も田舎、岐阜出身なんですけど、はいはい、皆さん岐阜分かりますかね、中部の方なんですけど、いや、僕もそれこそ田舎なんですけど、僕がちょっと真面目なのもあって、結構平和な、真面目アピールしてきたいや、もう本当真面目すぎるよね、あなたね、まあまあ、はいはい、真面目だけど、まあね、平和なとこだったんですよね、それこそなんかみんな鍵とかもしないし、家の鍵とか窓とかもなんか開けっぱなしで、ああ治安いいんだ、そうなんですよ、すげえ、はいはいはい、治安が良くて、逆にそういうのないんですよね、だからなるほど、だから出てきて、なんかあの雨が降った時って、なんか家に帰ったら窓が開けっぱなしで、なんか部屋に雨が入ってて嫌だよねみたいな話したら、え、そんな窓開けっぱなしありえない、ありえなくねとかって、花火以外にすることないんでしょうか名産品なんだ、名産品、アユとかお魚の、あと牡蠣とか、なんか渋いおじいちゃんが頼みそうな、じゃあ海鮮系がいいんだ、
で海鮮もなんか、あれですね、海なし県なんで、うん、川しかないんですよね。あ、川とか、山とか、そうそうそう、オワコン、ワテ、始まってもいないですからね、そもそも始まってもない。あ、そういえば、アユで思い出したけどさ、なんすか、アユってあんま、なかなかさ、365日っていうか、食べれないじゃん、季節、いつも季節、旬とかは確かあります。で、新宿の歌舞伎町じゃないな、あの駅東口近くにある、はい、あの蕎麦屋さん入って、で、アユってあったから、はい、よっしゃと思って食べれると思って、で、1000円だったんだよ、高いでしょ、でも、アユでなかなか食べれないから、さぞかし美味しいアユなんだろうなと思って、はい、だから従業員、もう今いない従業員と男気じゃんけんして、うん、いや、もう俺が勝って何でもいいよってなったから、じゃあアユ頼もうぜってなって、アユ頼む、はい、して、はいはいはい、来ましたと、街を見てね、よし来たと思ったら、アユね、こんなもん、リアルにこれはないよ、これマジだって言ってみて、一回これはマジでこんなもんよ、これシラスですよ、これこれで、ガチこれで1000円だったの、しかも2匹、これ2匹がピョンと置いてあって、あれ待って、あれみたいになって、従業員と何これみたいになって、店員さん呼んで、すいません、これもしかしてアユですかって言ったら、もう店員さんは自信ままに、こちらはどこどこさんのどこどこで取れたなんか天然のアユですみたいな自信ままに話すわけよ。で、俺らのイメージ、アユはさ、もっとなんかさ、いや、こんぐらいはあるんじゃないですか、ねえ、あるでしょ、でもなんかもう、なんかこんな、やっぱお蕎麦屋さんにある、なんつうの、そういうね、なんつうの、ちゃんとしたやつだから、もうマジかと思って、でも騒ぐのもいけないから、ですよねみたいな感じで、ですよねみたいな、乗って、そう、分かってるふりして、もう味わったよね、静かに食べて、本当にね、タバコの長さよりも短いじゃないか、アイコスぐらい、アイコスぐらい、本当にびっくりした、本当に。今度行って写メ撮って、ここで見せてあげる、後でじゃあいや、もうそれでもうちょっと光ったら、もう批判の嵐ですからね、批判の嵐だよ、ああ、そう、ここでうん、持ってるかもしれないでも本当にね、びっくりする、あれは。今度みんなで行こう、ああ、ぜひぜひ、うん、あ、ごめんね、アイそうですね、あ、でも本当、名産とかアユしかなかったよ、ね、はい、そっか、名産があるのか、仙台は牛タンだもんね、牛タン、ずんだ、笹玉、あー、萩の月が有名ですよね、萩の月、お菓子、これ仙台の利休について怒りたいんですよ、利休、私は利休、あ、怒ってください、ちなみに俺、利休でバイトしてた時ありました、あ、そうなんだ、バイトしました、利休ってなんですか、牛タン屋さんね、あー、はい、牛タン屋さん、ネットで、誰かさん言うよ、ネットでね、セリユみたいな言ってます、あ、そうそうそう、セリユにあるまあまあ、三遊亭さんね、ネットで、なんか栃木にいた時に、はいはい、当時付き合ってた彼女と、うん、なんか牛タン食べたいねってなって、おうおうおう、牛タンイコール仙台じゃない、まあ、うん、そうですね、で調べたら、仙台の一番美味しいところってやったら、一番上に利休って来たんだよ、利休、はい、これ来たん、はい、ここ行こうぜって言って、利休は鉄板ですか、鉄板でしょ、鉄板ですね、で、車走らせて、はい、4時間以上、栃木から遠いですね、高速乗って、高速に4時間かかるかかった、かかった、で、何キロで走りました、でも100キロは飛ばしてたよ、ほんとすっごい、で途中さ、俺そんなに長い運転苦手だから、はいはい、1回休憩挟んで、おーおーおー、3時間ぐらい仮眠取ってまた2時間そんな割り合わないな、だから長い時間かけて、そうそうそう、で時間かけてやっと着いて、はい、で着いてそっからまた長いじゃん、あ、行列、あ、まあ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 、でまた1時間ぐらい並んで、いや、トータルだから睡眠も入れたら6時間、7時間くらいかけて、牛タンをわざわざ仙台、わざわざ仙台まで行って、美味しい牛タン食べたんですよ、はいはいはい、はい、ね、利休の人を見てたらごめんなさいね、ん、いい、言っちゃってあんまり、お土産で持ち帰った牛タンが美味しかったっていうね、うっそ、うん、まあ美味しかったけど、で、それはいいんだよ、もう、まあ、はいはい、思い出話となるじゃん、まあまあまあ、で、来ました東京に、そっから何年も経って、はい、歌舞伎来日して、で、歌舞伎来日して、はい、びっくりしたんだよ、はい、東京にもあるじゃねえか、びっくりが、それありますわ、それありますわ、それありますわ、なんで俺はそんな時間かけてそこ行ったんだ、俺は新宿、ルミネにも入ってます、マジかよ、ドンマイですね、ほんとにルミネにも入ってるから、ルミネにも入ってたルミネにも入ってる、うん、ネギシはあんまり美味しくない、びっくりしたね、うん、もう、だったら東京来たわ、みたいなね、まあまあ、本場のでも東京の方がやっぱ高いっすね、あ、高いな、高いっすね、リキュー美味しかったね、ほんとに前俺行った時2人で6000円くらいだったんですよ、どこ高いですか、ランチで、ランチですか、でも仙台だったらそのランチタイムだと1600円くらいで半額安い、めちゃめちゃ、まあ、当時はすけどね、安いね、やっぱあれか、東京価格か、多分、ああ、まあ、歌舞伎町価格、ホストもそうだけど、ホストは栃木だと4400円で飲みます、みんな1時間4400円です、へー、やばいでしょ、ワンタイ安いです、みんなびっくりしたでしょ、これ安いの、
うん、えっとなる、ほらマジでってなるよね、そりゃ。もうなんか初回とかもすごい安いらしいです。初回ね、確かね、初回1000円だった気がするな。ああ1時間1000円、だ地方で安いしね。安い、めちゃくちゃ安い。俺名古屋行った時なんか500円、ワンタン500円のキャバクラとか行ったっすもん。すごいいいですね。そう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 、ある、全然ある、全然ある、全然ある。で、指名料がいくらだったか忘れちゃったな。だから普通に1時間1万円あればお釣り返ってくるみたいな。で、ここに狂月入れたら8800円でね、そう、歌舞伎町高いんだよね。まあ歌舞伎町価格ですよね。だからその地方で俺経験してるから、もう本当にワンタンでも嬉しいですっていうね。ちょいアピール、ちょいちょい、はいはいはい、アピール、ね、ちょっといいアピールをしてそう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 。でも本当に経験ないじゃん、2人は歌舞伎町来て。そうそう、俺初の経験から、ね、このもうびっくりしたでしょ。でもやっぱりワンタイの価格で、いや僕が1万2000円。でもそれは普通だと思ってた、イメージはしてましたよね。なるほど、そうか、こんなもんなんかなって思っちゃいました、うん、しかもそれが初めてで、はい、それが当たり前ですよね。そうかそうかそうか、それしか知らない。そうだよね。そうだから逆にびっくりするんですよね。安い素材で、そう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 。で、飲み物もカロリーとかもないし、鍛錬もないし、ないですか。狂月のフルボトルをいかに開けられるかっていうんで、もうね、10単狂月は辛いな。10単にハーフ以上で飲んでた、ずっと俺らは。狂月は辛い。フェイトで4400円だったら何できる。4400円だったら鍛錬、鍛錬頼めて、頼んで、あ、場内できるか。ああ、場内できるね。終わりですか、それで。反射してくるよね、時計。あ、俺ですか。僕ですか。分かんない分かんない、何の時計か分かんないけど。そう、そういう感じです。あの、興味あったらぜひそっちじゃないように、ぜひあの地方のホストに遊びに行ってみるのも楽しいかと思います。まあそうっす、ね、それでやっぱり、あ、歌舞伎町だな私はってなると思うんで。あー、やっぱホストのレベルがやっぱ、うん、違う。やっぱ歌舞伎町っていうかフェイプラレベル高いっしょ。そりゃそうですよ、そりゃそうですよ。怖いもんフェイプラ怖いですか。え、何が怖いですか。え、なんか勝てる気がしない。あー、で本当にそう思う。なんか一緒に働いてる従業員の、あー、そういうことね。あの、勝てる気がありすぎて、個々のレベルが本当に高いです。そうそうそう。でもキノコみたいな髪型のやついるしな。いじられまくれ。誰だ誰だろうな。誰だ、多分ね、あのさっき書いたやつ多分あれ一緒なんだよな。誰か一人が攻撃してますね。 あと1分もある。あ、自分がお客さんだったら誰指名したい。これが最後しますか。じゃあ誰だな、はい、なるほどな。じゃあジョークから。いや、俺は4番かな。4番マジですか。なんで。最後は誰ですか。僕ですか、うん、僕は翔太さんです。やったー。はい、なんだ。じゃあ最後に俺聞いて。なんだそれ。翔太さんはお客さんで言ったら誰指名するんですか。俺に決まってるだろう。はい、ということで25秒、はい、とんだ茶番に最後。とんだ茶番でしたね、これはね。告知しましょうか。何が。あ、じゃあ最後告知。はい、来月、もう、はい、明日から7月。明日は7月です。はい、です。はい、あの7月8日は僕のリアマがあります。あ、そうです。このイベントはどうでもいいから。いやいや、違います。リアマに来てください。いや、あのイベントの告知しておきましょう。8日、ありがとう。奥なのにお疲れ様、はい、ありがとうね。ありがとう。また。センキュー。ありがとうございました。